はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は速報といたしまして、竜王戦6組ランキング戦決勝、藤本五段対山下三段戦が5月21日火曜日9時50分からアベマで放送されることが決まったというニュースやっていきたいと思います。アベマは最近あまり将棋の放送をしなくなったことで話題になってましたが、藤本五段対山下三段、18歳対15歳という本当に最年少カードということで今回放送を決定しました。ちなみに山下三段はこの対局に勝てば6組優勝で次点が1つ付与されまして、次点2つで四段昇段フリークラス編入というそういう可能性が残されております。ちなみにこちらですね、竜王戦6組ベスト16からご覧いただきますが、藤本五段は斉藤四段、藤井八冠と同門の斉藤四段、そして富田四段にも勝ちまして、そして黒田五段、小山四段、さらに小森五段を倒して順当に決勝進出となりました。やはり6組の中では頭一つ藤本五段抜けておりまして、優勝候補筆頭にされておりましたが、まあ、その順当に決勝に来たというところですね。前期は見事に歴代4位の高勝率を叩き出しておりました。そして右の山から山下三段が小林アマ、そして浦野八段、さらに今泉五段に勝ちましてベスト16に進出しますと、長沼八段、そして瀬川六段、さらに井出五段と強敵を倒して見事に決勝進出ということになりました。そしていよいよあと一つ勝てば三段として初めての挑戦者決定トーナメント進出ということになります。山下三段はすでに5組昇級が確定しております。こちら連盟でも発表されておりまして、プロ以外の方がこの6組決勝に行った場合は5組昇級するということが確認されました。山下三段、来期は5組で対局という形になります。まあ、ちなみに山下三段は現在三段リーグに参加しております。もし6組優勝した上で三段リーグ高段点回避ということであれば、2つ目の次点が付与されて、それでフリークラス編入できるということですね。万が一今期の三段リーグで高段点、まあ、つまり4勝以下という悪い成績を取ってしまうと、この6組でせっかく取った次点がチャラになってしまうと、でプロになれないということになってしまうんですが、すでに山下三段今期3勝してますんで、残り14戦のうちあと2勝すれば高段点回避となります。2勝12敗というかなりひどい成績でも、高段点回避できるという状況になりました。山下三段は、まあ、過去2期すべて10勝以上してますんで、まあさすがにその山下三段が4勝以下っていう成績取ることはまず考えられませんが、一応そうですね、あと2勝すれば、2勝してさらに6組ランキング戦で優勝すればフリークラス編入の権利を与えられるという形になっております。過去に佐藤天彦九段がそのフリークラス編入の権利を次点2回取って与えられながら辞退したということはありましたが、天彦九段以外は全員がフリークラス入って、そして C 級2組昇級を果たしているという状況はありますので、おそらく、山下三段ももし6組優勝であれば、まあ、ほぼ間違いなく、フリークラス編入選ぶんじゃないかなと思います。まあ、ちなみにフリークラスから C 級2組に上がるためには、まあ、一番簡単なところで言うといろいろ条件あるんですが、ポピュラーなのが30局指して勝率6割5分以上取れば、C 級2組に昇級できると、そういう制度があります。今までの方はほとんどその制度で昇級してますんで、まあ、30局指して勝率6割5分以上、20勝10敗以上ですね、取れば昇級できると C 級2組に上がれるという形になっております。まあ、山下三段のまだ15歳でポテンシャル十分のこの圧倒的な力を見ていると、仮にフリークラス編入したとしても本当にすぐ C 級2組復帰してきそうな、昇級してきそうな、そんな気がいたします。ちなみに竜王戦トーナメント A ブロックご覧のようになっておりまして、藤本五段か山下三段、これ6組優勝者が、勝った方が5組の優勝者、西尾七段か渡辺七段戦の勝者と対戦という形になりまして、でその勝者が4組優勝の村中七段か高野六段戦の勝者と対戦、そしてその勝者が1組5位の斉藤慎太郎八段と対局して、その勝者が1組4位の広瀬九段か森内九段戦の勝者と対戦、そしてそこでも勝てば1組優勝者の山崎八段か佐藤康光九段戦の勝者と対戦して、その勝者が挑戦者決定3番勝負に進出するということになります。過去にこの一番下のところから
挑戦したのは伊藤匠当時の五段のみ。伊藤匠五段は5組で優勝してそのまま挑戦者になって見事に一気に七段まで駆け上がりましたが、果たして山下三段、まず超強敵の藤本五段を倒して決勝トーナメントに参加して、そしてそのままいきなり七段昇段と、そういう奇跡のようなストーリーがあるかどうか注目でございます。藤本五段も本当にまだ18歳ながらレーティングもすでにトップ10の棋士で、もう間違いなくもうすでに現時点でトッププロ級、あと 2,3 年したら将棋界の中心にいるようなスーパースターだと思いますが、その18歳の藤本五段対15歳の山下三段の対局、山下三段現在15歳高校1年生の対局、本当に楽しみですね。果たして一体どちらが勝つか、5月21日火曜日9時50分アベマの放送から目が離せないという状況になっております。本当にアベマで放送してくれるのはすごく嬉しいです。ということで藤本五段対山下三段戦、5月21日火曜日楽しみに見たいなと思っております。ちなみに終局予想時刻ですが、おそらく10時に開始で持ち時間各5時間、そして夕食休憩が40分ということで、だいたい10時間40分後に双方1分将棋に入っている、そういった計算になりますが、そうですね、まあ、終局予想時刻はおそらく21時から22時ぐらい、夜の9時から10時ぐらいの間になるかなというふうに予想しております。もちろん形勢にちょっと差がついたりして早く終わるケースっていうのは多々あるんですが、もし形勢に差がつかず拮抗した状態で野戦に入りますと、まあ9時から10時ぐらいに対局が終わる可能性があるということで、まあ、結構そのサラリーマンの方とかお仕事のある方、学校に行ってらっしゃる方とか、まあ、そういった方がですね、まあ十分夜の時間帯になるので見れると思うんでよろしくお願いいたします。私の方でも盤面なしの評価中放送やらせていただきたいと思いますんで、ぜひふるってご参加いただければ幸いでございます。ということで、果たして山下三段15歳が歴史の扉を開くのか、それとも藤本五段が、やっぱり順当にっていうとあれですけど、今のところ藤本五段と山下三段は練習対局でもよくやっているようで、藤本五段が大きく勝ち越していると、そういう情報をいただきましたが、やっぱり実力的には現時点ではどう考えても藤本五段の方が上だと思いますが、山下三段まだ15歳伸びしろ十分ということで、もし藤本五段に勝って6組優勝ということになれば、また一気に化けてくるんじゃないかなと思います。将来の藤井八冠のライバル候補の2人、果たしてどういう戦いになるか本当に楽しみです。藤本五段も山下三段も共に居飛車というところで、居飛車党でしかも終盤型ということで、やはり、序中盤は互角ぐらいでいって、終盤の競り合いで決着がつくんじゃないかなと、そんな風に予想しております。皆さんの勝者予想とかもぜひコメントしていただけると幸いです。それではここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。この動画がいいなと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。